やこれはやばいでしょう。広島風だねこれね、うん、美味しそうだ。うわこれもまたうまいね。明日はよ早朝に起きてよ4時起きでよ加納がアダムでやってるけ。おはようございます。皆さんお疲れ様です。今日はですね、いつもの自分のフィールドですね、加納川ダムにやってきました。まあこう100回以上僕釣り来てるんだけど、まあ年々厳しい状況だけど、そこで1本2本ひねり出すっていうのがね、まあプロの腕なんで、まあちょっとやっていきましょう。おはようございます。おはよう。いやー来たね、キク来た。やってきました。久々だね。今日お前どうやって攻めるつもりよ。いや、ワームの底トントンが基本だよ。いや、どういうルアーで。ルアーか、うん、お前バイズクロー使ってほしいんか。いや、好きなの使っていいよ、自由だから釣りは。うん、そりゃそうだ。自分のやりたい釣りがいい。バイズクロー使ってるか。いや、なんでもいいよ。バイズクロー使ってほしいんか。ただ今日はな、ちょっと今週いっぱいちょっと状況悪いんだって。うん、先週まではちょっと良かったね。なんか見て、この湖面がさ、うん、なんかいまいちじゃん。だから坊主も、死んでる。坊主もある。だから加納川のすごいのはさ、うん、爆潮するときと静まり返るとき、差ひどいやん。ひどい。今日静まり返る日なんで。わからんな。真夏のターンオーバー入ってます。だからそれをどう釣るかだよな。そうだね。なあ。まあちょっと難しいけど、頑張るしかないわ。なあ、勝一ボンさんがまあ用意してくれとるから今。うん、やってる。いや、まあ、やってるから、あの人もちょっと一緒に釣りするか誘ってみようか。いや、一緒にやろうって。やるかな。お前仕事あんじゃない。いや、仕事やめてやめてもらって、うん、今日仕事休んでくれ。そう、3人でやらんか。聞いてみ、口説いてみよう、うん、やりませんか。な、3人でな、うん、3人でこう船並べてやったら教えてくれるよ、また、うん、口説いてみるわ。お願いします。おはようございます。グリーンボードの TK さん。TK です。はい。お久しぶりです。お久しぶり。1年ぶりですかね。そんなになりますか。いつだった来た、まあ、冬だよね、冬。冬だった、去年。去年の冬ぐらい、ね。一緒に釣りして。あ、そうです、そうです。野村だもん、はい、野村、野村行って。あ、はい、あれ冬だったよ。はい、釣れなかった。今日、まあ、あの日はちょっと状況悪かって、うん、今日はどうですかね、TK さん。めっちゃくちゃ釣れてます。え、あ、釣れてます。めっちゃくちゃ釣れてます。めっちゃくちゃ釣れてます。あ、状況がいい。いいですし、あの例のあれですよね、クリちゃん情報ですよね。クリちゃん、クリちゃん情報で。何ですかそれ。クリちゃん情報で釣れるんですか。クリちゃん情報、情報ですね。クリちゃん、クリちゃんクリクリで釣れると。あ、猫猫猫猫、かわいい。クリちゃんクリクリで釣れるんだお前。 TK さんは今日はお忙しいですか。今日結構忙しい。いや、もう今日今ね、そのまま3人で釣りしようって話になったんですよ。ああ、なるほど。いや、予約しとけよかったね。いや、拘束しとかなんか上がってんね。前もって言ってもらったら、ね、いや、だから来る前に拘束させてって言って、はい、そうだね、払っとけよかった。別料金で、拘束料金。そうっすね、別料金いりますね。ねえ、そしたら、あの、超過情報とか、で、僕がやりたいのは、前から言ってるじゃないですか、あの、高橋魚神杯。で、古城で歌を歌ってもらえると、なるほど、できますか。あ、いいっすよ。え、はい、前もって言っただけ。それは歌手だもんね、元。前もって言わないか、あのキクリン。そうやな。そう、予約しとかなんか、あと、TK さんの GK さんのな、あの歌、あの、オリジナル曲もあるんですよね。もう、オリジナルですよ。全部オリジナルです。全部全部オリジナルですよ。全国回っとる人だから。曲調的にはフォーク的な。いや、もう何でもやります。何でもやるんですか。何でもやります。一曲俺なんかツイッターで見ていい、いいなと思った歌があったんですよ、なんか。はいはいはい、あの、JK さんがね、あ、歌ってて。JK さんも頭キレッキレですからね。いや、あの人も IQ 高いでしょ。IQ 高いです。頭キレッキレ。悪そうだもん。いや、悪いっすよ。ね、悪い、やっぱり。悪いっすよ。そう。なんか、悪な匂いしますよね。いや、悪ですよ、JK さんは。ね、できる男ですよね。令和の悪です。令和の悪。そうそうそう、仕事できそうなのな。じゃあ、あとちょっと今日の釣りで、はいはい、
あの TK さんからなんかこれをやれとかちょっとアドバイスもしいただければ。トップウォーターが面白いかもしれないです。トップウォーターゲーム、はい、トップウォーター持ってきていいかも。いや持ってきて、持ってる持ってるけどやらないやん。やらないトップで出る。トップで、あーそうなんだ。パーンと投げてピョンピョンのドーンみたいな。ないかも。いや俺はあるよ、いろいろはあるけど、あるはあるよ。あるかな。もうオイルフェンスがあるじゃないですか。うん、もうあの辺でトップで、トップウォーターやって下からドーンバシャーですね。それ面白いな。まあだから今日の状況がね、昨日までは良かったんですね。まあ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 、俺今日悪いと思う。分からねえよそれは。どうですか経験的に。多分いい、絶対釣れます。あ、やっぱいいのは続くと。ただなんかの加減で二時、多分この動画見てめちゃめちゃ釣っとるやんって来たけど、その時期があるんですよね。あ、まあ、ちょっと今週は良くないかな、からいいとか。そうですね。あれ今はもう水もずっと安定してて、うんうん、かなり釣りやすい状態ではあると思います。じゃあちょっと頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日すみません、ちょっと寝起きでちょっと機嫌悪いかもしれないですけど、いつものやつやってもらっていいですか。大丈夫ですよ。あれあれやってください。あれガツイチボン。どうもグリーンボートの TK です。 TK さん、はい、今日ちょっと、はい、今四国で一番釣れてるワームを教えていただけるということで、はい、どれですか。これです。わかります。何ですかこれ。これです。アリの戸渡り。え、何ですかそれ。やばくないですか。これアリの戸渡りちゃうんですか。アリの戸渡りって何ですか。何ですかこれ。オオサンショウオです。これめっちゃ釣れてるやつじゃないですか今。めっちゃ釣れてる。四国で。はい、おい、クリちゃん、クリちゃん。これやばいよ。おまんこやろうよ。まあほか。この鹿野川ダムで、はい、一番釣れるルアー上位3つ、上位3つもし教えていただければ参考になると思うんで。なるほど。はい。第3位。はい。山線香。山線香。山線香。何インチ？まあ4インチですね。カラーは？カラーはあのライムグリーン。ライムグリーン。はい。第2位。第2位。第2位はちょっと待ってください。第2位なんかね、何も思いつかない。これもうめちゃめちゃ釣れてる。これめちゃめちゃ釣れてるの。めちゃめちゃ釣れてる。スカッパのえぐいわこれ。去年おった錦鯉がおる。あれ去年もおったん。あれおったおった。綺麗な声だよ。ペットやでな。ああ餌付けされとる、うん、皆さんここに来たらあれは釣っちゃ怒られますよ。目の前のね、大野野館のおばちゃんのペットなんやて。ペットや、ね、パンあげとるらしい。だからああやって餌くれって来とるから。これローカルルールでね、あれ錦鯉釣っちゃ怒られちゃう。綺麗な鯉だな。紅白ですね。ちょっと TK さん、はい、最後にちょっとこのあれお願いしますよ。何ですか。あ、例のやつですか。はい、もういきなりいいんですか。はい、カツイチポン。雷が鳴りそうだったら真ん中におらん方がいいですね。ちょっと聞く、釣ろう釣ろう、頼むわ。もうよく行ってきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、なんかトラブルあったら連絡ください。あ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、いやいいねこれ、久しぶりの。覚えてねえかお前。わかるやろ。まあちょっと一発ねでかいの釣りますよ。四国はイージーってとこ見せないかんからな。小学生でも入れ食いになるという。お前一発目何でやるの。カリテール。カーリーテール、昭和のおじさんの名作のな。うん、カーリーテールがね、一番釣れるんですよ。テキサスでやるか。ああ、ちょっとあのスプリットショット。スプリットが古いな、また。ああ、スプリットショットがもう組んでやるから、それ。どうや、反応は。返し10分ないけど、
まあバスが溜まってるとこに行けるかどうかだからな。来たかい。一本目。一本目来たか。来た。おーし。巻きの一発か。巻きの一発来ました。30センチ。30センチ。ナイスフィッシュ。来た。当たったけどな。小バスか。小バスだったのかな。わかんない。意外に小さな当たりででかいことあるけ。食ったキック。キック。バル。ナイスナイス。ナイスナイス。でかい。バル。バルビュータ。バレた。バルビュータ持ってた。よっしゃ。キックよう釣るな今日。あ、バラシも多いけどお前。よう釣るな。おったか。でかい。嘘。沈み虫。でかい。マジで。でかい。でかい。よし。そうでも。よっしゃ。よっしゃだけどでかくないから。ちょっと今までよりでかい。35。でかく。33.5。沈み虫でかいな。おるやん。え、釣れたのお前。でかい、これはでかい。これでかい。マジで根がかりじゃねえかそれ。もう化けした。え？根がかりやった。バレたな。バレたじゃんお前。でかかったぞ。ああ40アップ。40どころじゃねえよ今の。今ね、ちょっと動画ずっと撮らずにやったんですけど、沈みの 3.2 で、ちょっと、もうほんと記録級の魚、もう最低55あったみたいなバラしました今ここでね。やばかったの沈み、これめちゃめちゃ釣れる。これ今日ちょっとバラしが多いな、はい、結構でかいの来てんやけどバラしちゃってるね。うわでかい、でかい、でかいの来た。クランク。うわでかい、でかい、嘘でかい。ちょっとお前マジでうざいんだけど、こばすやんちょっと。本当にでかいって、あの本当にでかいかと思ったわ。なんか声がよでかいでかいでかいみたいな。わざとか。食った食った食った。うわよいしょ、いい魚。うわちょっとワンブ飛んでた。ワンブ飛んだ。落ちパクボイルショット、ね、ボイルショットやつだわ。すごいねこいつ。ああいい魚だそれ。やっぱ鴨川ダム釣れるな。俺らみたいな素人みたいなのが投げても入れ食いやん。入れ食いやん。やっぱポイントだなここ。本当に岬の張り出し。ほら。ああいい魚でね。入れ食い。沈み虫かも。沈み虫しか使わんよ。今日やっぱり沈みが一番反応がいいね。入れ食い。食った。え？沈み？うん。沈みすごいな。まあちょっとちっちゃいけど。おおいいいいいい。ここのバス引くな、サイズの割。おお、でかいんじゃないかな。でかい。でかい、でかい。うそ、うそ、うそ。いやー、そうでもないです。すごい引く。いいとこじゃ、めちゃめちゃ。よいしょー。沈み。今日入れ食いだね。キク。何これ。今釣ったバスが、びっくりして入ったんや。なんか白いじゃん。ブルーギル。ブルーギルかこれ。捕食して20時間で。さばいとんじゃないかこれ。消化が始まっとるね。さばいとる。これ。いや鱗取って吐いとるこいつ。すごいやろ。バラしたか。ちょっと焦った。ちょっと今のいいサイズだったぞ。うわ来た今。お前カーリーはでかいんだからさ。ちょっと今はでかかった。ちょっとリラックスしてこう。マジで。キク。このサイズ無限よの。今日何匹、100匹かん。釣れた。まあこのサイズは100匹釣れるわ。1匹な、さっきでかいのバラしたけど。おるね。あー、ワーム飛んじゃったか。やっぱここの魚引くね。おう、今日最大かこれ。最大じゃないけど、ワーム飛んでったけどね。あ、目ん玉ない。目ん玉に違う違う違う、目ん玉がない子だ。キク、キクチさ ん、 んこれ見て、オオサンショウウオ。これに変えたらチョウクがさっきから全然違うやろ。こればっかり沈みもいいかなと思ったけど、やっぱりオオサンショウウオのが食いがいいね。もう入れ食いやん。今の切れたんだよ。
また来たぞ。すごいな。ちょっとこれ以上釣ったら擦れちゃう魚が。ああ、暴れた。バレ。また来た。来た。でかいぞこれ。嘘やん。でかいぞ。うわ。でかいぞ。でかい。うわ。オオサンショウウオ。この木の下。だからサイズが出んな今日。なんでやろう、ね、このサイズは入れ食いや。ああ、うん、やっぱバッスリいいね。ああ出たか。まあちっちゃいけど今日サイズ出ない。ああワーム飛んだ。入ってくれた内側に。ナイス。バレた。ちょっとちっちゃい魚が多いな。40あるかも。嘘言うなよお前。でかい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 。40ある？ほらほらでかくね。でかくないよ。ちょっとでかいでかいでかい。マジマジ。ほら。おお。あ、今日最大。やった。三八。やった。40アップ。三八です。40アップ来ました。じゃあ測ろうじゃ。釣れました。40アップ。これ三八。ちょっとメジャー出して、俺が測るから。あなたの今までの詐欺な。これ三八です、うん、でもちょっと一番でかいな。完全に今日最大だな、うん、どっちが正確でしょうか。40です。あのね、38.5。ちょっと血が出てごめんね。ちょっと待ってよ。ちょっとカメラ持って聞く。ああね、口閉じね。40ジャスト。ここね。おいおい、前持ってくな。持ってないって言ったね。ここでしょ。40あるだろ。ここでしょ。40あるよ、ね、しかも下く上口どこか下口でやって38.5です。40だもん。しかもこれちょっとたるんでるんで。インチキするなお前。これこれ上口でやりますと。高橋流でやりますと。おいおい、上口でやると37です。ほら、ついに来たぞ。40アップ。これ連発来た。連発。え、なんだこれ。いつものサイズじゃねえか。これ本当にでかい。でかい。もう嘘言うのやめよう。ほんとチンチクリーンや。いずしカメラ回すが大変なんだよお前。これチンチクリーンの。うわ、こばすこれ。重い。なんでもでかいでかいとこれ。でも当たるな。釣れとる。でかい。お、でかいか。でかいかもしれんぞ。うわー、38。三五。あ、でかいじゃん。おさっきと同じぐらいか。同じぐらいやわ。三八やわ、うん。でかいやん。ちょっと当たりがでもなんか。足元で食ったか。うん、外れたかな、なんかなみたいな。すげえ。飲んどる。いいね。ちょっと写真撮るか、これ。あ、待って。見とる。ここのバスはサイズの割に引くな。ねえ。誤算の40アップくらい引くわ。全然違う。質がいいわ魚の。大きくなって帰ってきなさい。ありがとう、ありがとう。また釣るな。聞く、見せてよ。100匹目や。ちっちゃいのばっかりやけどな今日。ちょでかいの1匹最後な。ナイスバス。いいね。あ、バレた。35ぐらいあったな。ファットイカか。ファットイカと芋がちょっと当たり始めたな。やっぱギリだな。いいね。いや、カノオガのバスはよく引くね。なんでだろう。なあ。食った。食った。でかい。マジか。よっしゃ、食っとる。バレた、バレた、バレた。でかかったよお前。うわ、お前もなんでバレた。かなりでかいで今の。でかいだろ。来た。あー、ザリガニマン持った。ほらザリガニで一撃。ちょっとワーム失っちゃったけど、うん、まあ35ぐらいじゃないか、さっきの。でかい、うん、今日やるな。乱獲か、ついに。
嘘。おおおおおお、四ジャップか。ついに。いいね今日。よっしゃ。三八。三八さ、ここ三八オールは、ここオールにはでかいの。来た来た来た。ちょっといいね。見せて、触らして。ちょっとサイズ測るわ。あー気をつけ気をつけ。三八だな。40ないな。40あるか？40あるかもしれない。さっきよりなんかでかい気がする。ちょっと置いて置いて。はい、三八。40だ。いや俺手でわかるから。39。いや40あるやろこれは。39。いやあるでしょ。じゃあやろう。え？測ってみる？あると思う。39です。いやあると思う。まず。はい、はい、じゃあ測ります。いやだから下置いて。ここに。ねえ、いやもうあなたまだ曲げるから。ないから。あ、もう確実になるわ。ないない。見た瞬間分かっちゃう。ここでしょ。ほら、これね。あるじゃん。おいおい、そっち行き過ぎだって。超えとる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 。39。こっちは超えとる超えとる。ここでしょ。こう超えとる超えとる。ほら、どう見ても40ない。40じゃん、前。しかもたるんどる。38。おいおいおい。38。40だ。お疲れ。ないです。ただちょっと大きいな。どう？あ、カーリーか。どうや？おるな、ここ。よいよい、いいサイズ、いいサイズ。ナイスサイズ。チビか。じゃあ、引く、いや、引くんだよ、カノ川は。もう。カノ川は、もう30アップ。おお。ナイスサイズ。おい、くっ、くった。ウミケムシ。あ、でかい。来た、ウミケムシ。ほら。いいサイズやん。いいバス。ウミケムシ来た。え、これがウミケムシ。そう。ダイナゴに続いてウミケムシ。そう。すごいね。こういう芋系のワームが出ないで今釣れん。すごいね。ストレート系全然釣れんやろ、今日。あ、釣れない。今日山線香全然釣れん。山線香釣れない。ストレート系は弱くて、こういうね。ウミケムシワーム。ウミケムシワーム。一番いいんか。一番いいんか、お前。いいよ、これは。え？芋60。芋6。どうや、でかいの来た。最後でかいぞ。おるやろ。来た。バス入れたやん、お前。最後チンカバシ来たか。いいね。おったな、やっぱり。いいバスやん。いいバスおったやん。やっぱおるな。もう数えきれんよ。もうそろそろ終わりだな。ということで皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。聞くよ、最後によ最後によ、戦場からよ、太いやつ一発頼むぜ。クリ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 。でもちょっと一番でかいな。完全に今日最大だな。どっちが正確でしょうか。あのね、 38.5。 ちょっと血が出てごめんね。ちょっと待ってよ、ちょっとカメラ聞く。おいおい、前持ってくな。おい、ここでしょ、ここでしょ。しかも下く上口どこか下口でやって 38.5 です。30だ。しかもこれちょっとたるんじる。インチキするな、お前。これ上口でやりますと、高橋流でやりますと、上口でやると37です。ついに来たぞ、40アップ。これ連発来た、連発。いつものサイズじゃねえか。これ本当にでかい。もう嘘言うのやめよう。本当チンチクリンやん。カメラ回すが大変なんだよ、お前。チンチクリンの。うわ。小バスこれ。重い。何でもでかい、でかいとこれ。でも当たるな。釣れとる。でかい。お。でかいか。
うわー38 35、あ、でかいじゃん、さっ同じぐらいよ、38よ、でかいじゃん、足元で食ったか、すげえ。じゃあ写真撮るか、このバスは財布の割に引くな。ねえ、誤算の40アップくらい引くわ。全然違う、質がいいわ、魚の。大きくなって帰ってきなさい。ありがとう。行く、食って帰るか。やっぱりこれ焼肉場にやべえな。この特上カルビ牛仙うまくね、これ。これニンニクっぽいな。ニンニクってやっぱりこれ健康にいいしね、うん、焼肉もたまには食った方がいいよね。生で食えるこれね。まあもうちょい火通した方がいいか。これはない。これはタンカルビ。あなたはスープだ。ペロチュー、ペロ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 チューやな、これ。じゃあゆっくり食べていきます。またこれ卵スープがうまいじゃん。上等やな。うまいな。いやもうこの店ちょっとレベル高いわ。まあ金額もちょっとだけいいからな。これは上等な焼肉だ。めちゃくちゃうまいよ。肉のレベル高いな。これ英語かな。英語にしか見えないよ。いや食べたらわかる、英語だって。うめえもん、肉質が。国産牛だ、宮崎牛やろ。何牛これ。伊予牛か。めちゃめちゃうめえ。英語かこれ。あ、バイマだろ。やっぱ英語の和牛はうめえな。英語はうめえよ、やっぱり。本当にやべえ。ご飯をうまい。キク、これやばくねえか。これすごいな。何これ。栗の実。外びら。外びら。くるみにな。肉びら。なんかエロくね、中トロピカルピカチュウチュウ。クリミニナって書いてる。クリミ